トヨタ自動車東京本社ビルは東京都文京区公楽に立つ高層建築物である。1982年1月に竣工。愛知県に本社を置くトヨタ自動車工業の首都圏における拠点として計画されたが、同社が1982年7月にトヨタ自動車販売と統合することになり、統合新会社のトヨタ自動車の拠点となった。南側を外堀通り、 北側は小石川高楽園に接し、JR 中央線水道橋駅と飯田橋駅の大ね中間に位置する。小石川高楽園からの車線制限が設定されていることから、高層化を図るため総合設計制度の適用を受けた。小石川高楽園との間には本ビルを含め4棟のビル所有者により、高楽緑道が整備され、2010年には森ビル、 東京都下水道局、コートレジデントタワー管理組合、住宅金融支援機構とともに、文京区より第9回分の軽都市系干渉系算創増賞を受賞した。日経不動産マーケット情報と県プラッツによる2011年の調査では、延べ床面積1平方メートルあたりのエネルギー消費量は1100メガジュールで、空調時間の短縮が高を創し、 東京特部のオフィスビルのエネルギー消費の少なさでは、三井住友会上ニー川ビルと並び主位であった。1983年には、日本建設業連合会主催の第24回、PCS 賞を受賞している。ありがとうございます。